皆さんこんにちは。お耳の恋人、白霊霊夢です。皆さんこんにちは。好きなお酒はカシスオレンジ、霧雨マリサです。おい、今日は何をするんだ？ふっふっふ、今日はね、なんと今日は、今日は、動画の方でコメントをいただいた、この企画をやろうと思います。相場師霊夢の勝てるまでの奇跡。これだ、私だって、初めから勝てるようになったわけじゃない。最初は学生時代、なけなしのお小遣いを全部溶かしたことだってある。まあ、そんな話はいろんなトレーダーがしているから、もういいか。おお、なんか、霊夢も投資系投稿者っぽくなってきてるんだぜ。まあな、霊夢も経済指標のニュース番組を持ったし、いろいろとコーナーも落ち着いてきたし、単発で動画を出してもいいかなって思ったんだ。なるほど。投資系の投稿者が通る道は全部経験していこうとしているんだぜ。そうだな。みんながやるっていうことは、ある程度の需要はありそうだからな。なんか、私に求められているのは投稿頻度な気がしているんだ。だから、頑張れるうち、皆さんが見てくれるうちは投稿頻度高めでやっていきたいんだ。と、このゆっくりは申し上げておりますが、投稿頻度落ちても怒らないでほしいんだぜ。さて、それじゃあ本題に入ろう。まず、私が投資と出会ったのは学生時代。大学1年生の時だったかな。最初は株取引を行っていたな。一応このチャンネルも株の動画を上げていた時代があるんだぞ。みんな知らないと思うけど、その頃は、テクニカル分析っていうものを全く知らず、ただその日の板を見て、買いたいものを買って適当に売る。ちょうど短期の現物取引をしていたな。あ、お金なかったんだ。うん、なかった。為替取引と違って、株は証拠金が少ないとレバレッジがかけられないんだ。そんなにお金ない私は、1株100円未満の株しか買えなかった。そして、現物株しか買ってないわけだから、永久に保有して損失を確定しなくてもいいわけなんだが、学生時代の私はせっかちだから、とにかく短期売買、含み損嫌い、含み益はすぐ確定、このど下手くそトレードで、大体全部溶かした。おお、雑魚トレーダーなんだぜ。そして、投資に回すお金がなくなった私は、それでも投資に魅了されていた。損をして気分が落ち込んでも、心のどこかで楽しかった。どんなにボロボロになっても、気分はどこかで生きがいを見つけたようだったんだ。だから、学生時代にどうやったら投資で生きていけるかを本気で考えた。うわぁ、ちゃんと勉強してほしいんだぜ。いや、勉強はしていたぞ。投資のな、本で勉強したんだが、今思えばあんまり意味のあるものはなかったなというのも、投資の本って初心者向けのものが多い。しかも、大体が知識を教えるもの。2冊くらい読んだら、他の書籍の内容の半分は分かってる状態になるわけだ。なるほど。FX にはいつ出会うんだぜ。いや、学生時代にはもう FX の存在は知っていた。しかし、お衣装というものが存在していたから、親に止められていたんだ。私自身、財力がないことは分かっているわけだから、借金する危険がある FX はやっていなかった。しかし、皆様知っての通り、XM こいつとの出会いで私の投資は変わった。お衣装がない、その上少ない元手で始められる。こんなの見せられたら、やるしかないじゃない？というわけで本格的に FX の世界に入るわけだ。そこで知ったよ。24時間取引できる素晴らしさを。何これ？って思いました。そして、まあ、皆さん知っての通り最初は勝てません。私ももちろん勝てませんでした。週トータルでプラスになったことはありませんでした。そんな状態が2年くらい続いて、週でのトータルがプラスになるようになって、最近は月収支がマイナスになることはなくなったな。案外早く終わったな。いや、大事なところはしょりすぎだから、どうやって週プラスに持っていったのか、とか、そういうところを教えてほしいんだぜ。そっか、そうだよな。それじゃあ私の投資の変遷はここまでにして、FX で勝てるようになったところにフォーカスして解説していくぞ。さて、さっきも言ったように私は負けまくった。大体学生のうちにな。そこで旗と気がついた。あれ、今は実家暮らしだから、バイト代、お小遣い全部溶かしても大丈夫だけど、社会人になって一人暮らし始めたら、これやばくね。ってな。しかし、世間的に終身雇用制度が終わり始め、自分のスキルで生きていかねばならない時代になりつつあった。しかし、私はスキルがない。そこで思いついたのが、投資をそこそこ、本業の仕事もそこそこ、理論だ。これなら、スキルのない私もまずは一人暮らしができるわず、そういう理論に行き着いた。さて、そこから考え始めたのが、いかにゼロカットせずに長く利益を生み出し続けられるか、その思考の研究だ。この思考の研究が非常に重要だったと今ならわかる。大体この思考が形になるまでは1年以上使ったな。この時点で中古車が買えるくらいの損失を出していた。まだ学生時代だったというのもあり、損失額は大きくないな。まずここでオシレーター、インジケーターをすべてなくし、シンプルなチャートを追求した。というのも、コツコツ思考なわけだから、大きなロットは入れない。
いレバレッジでの取引だから、大雑把な分析でいいわけだ。そんな時に適していたのが、移動平均線。それだけだ。極論移動平均線だけで勝てるということが分かった。この時は SMA、EMA どっちも試したし、血も13、25、50、75、100、200、500とかいろいろ試した。全部のバックテストを取って最善の値を探した。しかし、どの値を使っても利益は出せた。じゃあ、移動平均線は何でもいいのぜ。その通りだ。私の結論としては、移動平均線の数値は何でもいい。とにかく移動平均線から乖離したなと思ったら、逆張りだ。これをレバレッジが低い状態で行う。大体全幅逆行しても大丈夫なくらいなロットだ。そうすると、当然だが、週での収支がプラスになった。ここで私はまた気がついてしまった。この手法は、一つ稼働させておいて、また別の稼げる手法を探しに行くべきではないか。とな、確かに稼げる手法は多い方がいいんだぜ。そこで考えるのが、やはり入れば。しかも、私のせっかちな性分的にドル円とか、動きが穏やかなやつはダメだった。最初はポンド円で勝負した。これはなあ、なんというか、本当に相性が良くなかった。私の印象としては、ポンド円は、大きく動くけど揺れが激しくて、方向感が合っててもロスカットしてしまうことが多かった。そんなわけで、成績は空っちだったな。ゼロカットは20回くらいしたな。20回。すごいんだぜ。相性悪すぎなんだぜ。とまあ、こんな感じでさすがの私もポンド円はやめる。そして、次の通貨を探した。そこで出会ったのがゴールドだ。え、何これ、めっちゃスコ。そんな感じに思ったのを覚えている。とにかくゴールドとは相性が良かった。当時はとにかくアップトレンドだったから、買ってれば儲かったっていうのもあったが、とにかく動きが素直、上位足での動きに素直だから、動きを読みやすい。私にはそう思えたんだ。そこで資産を一気に伸ばした。コツコツ手法の方が安定して収益を伸ばせたから、気持ち的にも入ればに入りやすかった。ゴールドでの手法は動画内で何回も説明している。ただ、この時はもう少しレバレッジ低かったな。レバレッジは低い方が勝率良かったのは確かだ。こうして2つ目の手法も手に入れた私は、ある程度収支が安定してきた。そこで考えることは何か、マリサ、わかる、もしかして、今日入れば、その通りだ。最初からフルレバでのエントリーだ。ひえ、霊夢の相場師としての活動はここから始まったのか。そうかもな。フルレバの戦いは、完敗から始まった。ここでもゼロカット50回以上している。まあ、当然の結果だな。そこで、エントリー1の重要性に気がついた。とにかくフルレバはエントリー1が重要だ。エントリー1が全てと言っても過言ではない。一切の逆行をなくす、そんな気概でチャートを見続ける。そんなこんな見続けると、RX 手法を発見した。まずはこの手法だけでフルレバを走らせ、ある程度の安定的な収支を実現した。そうしたら、逆行を極限まで切らした経験から、他の手法もうまくいくようになった。そして今に至るわけだな。ふえ？めっちゃ長かったんだぜ。さて、次はフルレバについて回るゼロカットの確率を限りなく下げる方法について解説するぞ。え、まだ続くのか？今の終わった感じで何人かブラウザバックしてしまったと思うぞ。まあ、そういう人がいてもいいだろう。まず、私はどうしてゼロカットしてしまうのか、それを考えた。とことん考えた。だいたい20年くらいは考えていたかな。霊夢の相場歴を超えているんだぜ。ついに時空を超越したゆっくりになってしまったんだぜ。国内口座ではゼロカットが入る前に、強制ロスカットが入ってしまう。その点で言えば、証拠金ギリギリまで戦うことができるゼロカットは歓迎すべきシステムだ。しかし、そのレバレッジゆえに、すぐにゼロカットしてしまう。そんな中、私はふと、原点に立ち返った。なぜ、レバレッジが低いメイン口座はゼロカットしないのか、とな。いや、ゼロカットしないのはレバレッジが低いからなんだぜ。レバレッジが低いと、無理なトレードにならないから、余裕なんだぜ。その通りだ。今マリサが言った余裕、これこそが重要。今、当たり前だろ。って思ったそこのあなた、当たり前なんです。しかし、トレードは当たり前が難しい。私はこの当たり前になっていることをトレードに徹底的に落とし込んだ。どうやったんだぜ。どうやったのかというと、絶対に勝てるところでだけエントリーするようにしたのだ。具体的に例を出そう。これは最近のゴールドの5分足だ。以前の私は、水色の矢印で示した位置で、反発を狙ったロングを打っていた。だって、まだ移動平均線的には上昇だし、黄色の移動平均線からは結構乖離しているからな。だいたい60ピ乖離していたな。60ピも乖離していたら、もう戻すだろう。少なくとも、少しは利確できるはずだ。そんな感覚でエントリーしていた。しかし、それで歯ダメだと気がついた。さっき言ったように、丸々するはずだ。丸々しそうだ。っていうのは、全部ダメ。ゼロカット辞書にも掲載されていただろ。
大体は、こういう場面でゼロカットしてた私だが、このエントリーを見送って、黄色の矢印で示したところをノーポジで見ることができたとしよう。こんなに長い下髭を出していたら、さすがの私も勝てるわけだ。というのも、長い髭の後は上下に触れるからだ。どっちにエントリーしても、多少の理覚ができるのだ。そんなこんなで、私がゼロカットしなくなった一つの理由だが、冒頭、暴落までエントリーを待つことができるようになったからと言えるな。なるほど、これが霊夢の上昇の秘訣なのか。ためになるんだぜ。まあな。しかし、私も仏じゃないから、チャートを見ているとエントリーしたくなってしまう。これがポジポジ病だな。ポジポジ病は誰しもが通る道なんだぜ。でも、霊夢は以前の動画でポジ講座を作って克服したって言ってたんだぜ。そうだな。今回は、そのポジ講座の具体的な運用方法について、解説していくぞ。さて、ここからは私が考えるポジ講座の具体的な運用方法を解説していく。私が考える、というよりも私が実践していた、と言った方がいいな。気になるんだぜ。早く知りたいんだぜ。まずポジ講座を使用するときは、どうしてもエントリーしたくなってしょうがないときだ。チャートを閉じても、気がつくと画面にはチャートが表示されている。そんな状態を指す。経験あるんだぜ。お母さんがチャート開いたのかと思っちゃうくらい、自然にチャートが開かれてるんだぜ。まず、ポジ講座には2000円用意します。そこで振るれば勝負します。そこで勝てば、いいんだが、大抵の場合は負ける。それはもう一瞬で負ける。そして、負けたら、またメイン講座から2000円を持ってくる。そして、またチャレンジだ。まあ、大概また負けるんだがな。負けてばっかりなんだぜ。そんなもんだ。2000円ではさすがに難しいぞ。さて、今のが私が紹介していたポジ講座の運用法だ。ここで知っておいてほしいことがある。それが、ポジ講座で勝とうとしないことだ。これ、マジで大事。ポジ講座を使用する目的としては、ポジションを持ちたいっていう禁断症状を抑えるためのもの。私の感覚としては、その症状は時間とともに薄れていく。だいたい2回くらいトレードを終える頃にはその症状も収まっているはずだ。だから、ちまちまと講座の資金振り替えを使用して、トレードして時間を稼ぐんだ。私自身、ポジポジ病は治すことができない不治の病だと考えている。少なくとも海外講座を使っているうちは、治らないな。国内講座だけにするなら、治せると思うが。さて、まずはここまでをまとめよう。まず最初は勝てるようになるまで、だったな。結果的に重要だったのは、安定して勝てるレバレッジが低い手法を用意することだ。その後、フルレバの世界に入ったわけだが、その中で、相場感を養い RX 手法を手に入れた。その中でポジポジ病との向き合い方の模索を始めたわけだが、この解決法はさっき話した通りだ。ポジポジ病の特効薬は時間だ。何回かゼロカットしているうちに、頭も冷えてくるぞ。負けているトレーダーの多くは、5つ目の安定した収支、これが実現できていない人が多いと思う。まずはそこからでもチャレンジしてみるといいぞ。さて、次の話だ。次は、私がトレード中によくやるおかわり、について、解説していくぞ。マリサ、あんたは、私の隣でトレードをよく見ていると思うけど、私がどんな時におかわりをしているかわかる。おかわり、おかわり。適当な時じゃないのぜ、あんまり考えているようには見えないけど。この、完熟バナナが、そんなんじゃいつまで経っても、ひよっこのままだぞ。せっかく、見習いマリサに名前を変えようと思ったのに。なんだって。もう少しで見習いになれるのぜ。もう一回だけチャンスが欲しいんだぜ。いいだろう、答えてみろ。私はどんな時におかわりをしているんだ。霊夢がおかわりをするとき。それは、思い出せ私、隣で何度も見てっただろ、思い出すんだ。そうだ、なんだか霊夢は含み益の時に追撃の形として、おかわりをすることが多い気がするんだぜ。その通り、おかわりっていうのは、追撃に対して行うものだ。難品を私は推奨しないぞ。さっきも説明したが、難品するようならもうそこは損切りするべきところだからな。また、この話は勝てるトレーダーの思考にも応用できるのだが、負けるトレーダーの典型的な例は、無限難品だ。そのまま証拠金が足りなくなってゼロカットされる。これが典型的なパターンだと思う。では、勝てるトレーダーは何をするか、利確するところで、追撃。また利確するところで追撃だ。とにかくしつこく追撃&追撃だ。負けトレーダーのしつこい難品で助かろうとする思考の全く逆。狂気じみた追撃。これが大切なんだ。しかし、追撃した後に逆行してゼロカットなんてのはみっともないな。だから、追撃した後に含み益がなくなったら撤退だ。これを徹底的にトレードに反映させることができれば、誰もが勝ちトレーダーになれるはずだ。しかし、そうはならない。それはなぜか。どうしても実践できないからだ。わかるんだぜ。頭ではわかっていても、体はそれを受け入れることができないんだぜ。そうだ。頭ではわかっているのに、実践できない。しかし、私はそれができた。
この違いは、なんだかわかるか。トレード力、それとも、認めたくないけど、才能なのぜ。この、酸っぱいだけのレモンが、私に才能なんてない。なんなら視聴者さんの方がうまいトレードができるだろう。動画見てればわかるが、めちゃくちゃなトレードも多いだろうが。私が今まで、このトレード方法を実践してくれたのは、問いに、私自身がこの手法を考えたからだ。無論、すでにこのような考え、手法はネット上に転がっていたと思う。しかし、私はそれらを知る前に、自分でこの考えに至ったわけだ。これが重要だ。自分で気がつくことによって、意識への刷り込みが深くなる。他人から聞くよりも、自分でやった方がいい。百聞は一見にしかず、みたいな、ちょっと意味ずれてるかもしれないが、そんな感じだ。つまり、何が言いたいのかというと、メンタル的な部分に関しては、自分で考えるというのが、非常に重要になってくる。人の頭は最適解を探すが、その最適解を是とするかどうかは、また別の話だからな。自分なりのメンタルコントロールを持っている人は、ぜひそれを追求してほしい。おかわりについての解説は終わりだ。じ行くぞ。まだ行くのか。今日はめっちゃ長いんだぜ。動画への質問返しも兼ねているからな。コメント欄で質問してくれた方は、こんな感じで動画にして返していこうと思うぞ。さて、次は私の1日のルーティンを紹介しようと思う。ぶっちゃけ、需要あるかわからないけど、動画のコメントにあったから載せておくぞ。これは簡潔に円グラフにしてみたぞ。まず、7時半起床。その後朝食を食べて、本業をだいたい18時くらいまで行います。朝ごはんは、お米とお味噌汁。パンはおやつに入りません。糖が寝たまま電車に乗って、前日の動きのチェックだ。この時は、必ず日足と週足をチェックする。そして、週足の中で今はどのくらいの位置にいるのかを確認する。これって結構やってる人少ないと思うんだが、絶対やった方がいいぞ。おすすめしすぎて、地球に穴が開くと思う。それくらいおすすめだ。勝てるトレーダーは電車の中で戦略を立てているのか。すごいんだぜ。確かに、電車の中でスマホいじってる人多いんだぜ。全員、チャートを見ていたのか。いや、大半は他のことやってると思うが。そしたら、本業が終わり、18時ごろ帰宅する。帰宅中も当然チャートを見るぞ。見ていなかった間の時間でどのようなローソク足ができたのかを確認する。この時は、その日の高値安値を必ず確認する。そして、高値や安値で捕まっている人はいないか、想像するんだ。捕まっている場合は、どこでロスカットしそうかを考えろ。だが、私はトレードは必ずパソコンから行う。スマホだと、画面が小さいから分析が十分に行えない場合がある。それに、トレードはゆったりしたいじゃん。自分ルールなんだが、スマホからのトレードは絶対しないことにしている。家に帰って、パソコンの画面でチャートを再確認して、それでもエントリーしたいなら、エントリーする。そんな感じだ。ひえー、いろんな自分ルールがあるんだぜ。他にはどんな自分ルールがあるんだ。まあ、以前の動画でも説明した、水曜日定休日、ポジション持ち越し禁止、始動前決済、あとは今回のスマホトレード禁止、だな。それぞれ説明してほしいんだぜ。説明するほどじゃないと思うが、一応、水曜定休日。これは、収集値をプラスで終わらせるために、一度相場から離れる時間を作るためのルールだ。だから、別に休みにする必要はない。最小ロットでトレードする、とかに変更してもいいんだが、もう私は休みにすることに慣れてしまっているな。そして持ち越し禁止。これは結構やってる人いると思うが、夜中の急激なレートの変化が嫌だし、ポジションのことが気になってぐっすり眠れない気がするから、ポジションは寝ると同時に決済するのを基本とするルールだ。トレーダーはメンタルが命。メンタルは健全な体に宿る。寝不足ではメンタルの土台がぐらつきやすい。そもそもな、トレードっていうのはスポーツなんだよ。そして、毎日が大会なんだよ。野球選手は試合前に徹夜するか、しっかりマッサージとか、リラックスして、睡眠を十分にとるだろ、それと一緒なんだよ。それをな、最近の FX 業者は、FX は簡単、なんて言うから、勘違いしちゃう人が出てくるんだろうが、スマホで簡単。なわけないだろうが、ああ、こっちはな、こっちはな、トレードに文字通りの仕掛けとんねん、それをな、そんな甘っちょろい考えで入ってきてもらっちゃ、でも確か、FX はゼロサムゲーム。あれれ、じゃあ、もしかして勘違いした人が入ってきてくれた方が、稼ぎやすいっていうこと？そう捉えられなくもないな。いやー、FX ってマジで簡単。見てみて、スマホでポチポチするだけで1万とか余裕で稼げるから、電車でスマホいじって漫画読んでるなら、FX した方が絶対いいって、うん、本当に、投資の勉強とかいらないから。うわー、皆さんはこんな完全に騙されないでほしいんだぜ。投資は難しい。その認識は持っておいた方がいいんだぜ。さて、話を戻そう。次は始動前決済についてだな。始動時はレートが大きく動く。それを予測することは人間には不可能だ。だから、その前に必ずポジションは閉じる。これ鉄則だから。しかし、例外もある。
もうこれ、ゼロカットするしかないだろ。そんな時は握り続けなさい。その時だけはお祈りトレードかとします。バナナをおやつに入れることもかとします。以上が私のマイルールだ。話が脱線したな。その後は基本的にチャートはずっと表示させておく。そしてエントリーチャンスが来たらエントリーだ。だから、チャートを見ている時間はそんなにない。専用トレーダーになったら、今でもポジポジ病発症するのに、もっと重症になりそうだから踏ん切りがつかないんだ。なるほどなんだぜ。専用になるのはやっぱり簡単じゃないのぜ。そうだな。純粋なトレード力はもちろん、それを維持し続ける忍耐力も必要になる。私には難しそうだ。私には到底無理なんだぜ。そんなにはっきり言わないでほしいんだぜ。さて、次で最後になるぞ。次は、RX 指標のおさらいだ。意外と RX 指標をもう一回解説してくれっていうコメントが多かったんだぜ。本家の方は右上のマークから飛んでみてくれよな。前回の動画である程度は説明しているので、今回は RX 指標を別の角度から言い表す、そんな感じで解説していくぞ。RX 指標っていうのは、ゴールデンクロスを使用したトレンド転換を狙う指標だ。ゴールデンクロスしたちょうど移動平均線が重なる部分、そこにタッチした時にエントリーだ。言葉で説明してもわかりにくいと思うから、今回はこんな説明をしよう。チャートの形は N、もしくは逆 N だ。二つ目の頂点がちょうど移動平均線のクロスとぶつかったらエントリーだ。ちょうどこんな感じにな。今説明したのは、こういうことだ。ちょうど N の二つ目の頂点が、ゴールデンクロスとぶつかっているだろう。ここでエントリーだ。なるほど。ショートでのエントリーはどうなるのぜ。それは自分で考えてほしい。まあ、普通にこの逆なんだがな。さて、ここまで聞いてくれてありがとう。きっとあなたのトレードは明日から、また一歩レベルアップしているわけだ。しかし、今回私が解説したことは、一例に過ぎない。当然私とマラクのことをやって、買っているトレーダーもいる。それは投資の世界に正解が無数に存在しているということに過ぎない。私の正解を正確に模倣するのも良しだし、自分なりの正解を見つけるのも良しだ。ぜひ、一緒に1兆円を目指していってほしいんだぜ。ふい、今回めっちゃ長くなっちゃった。それじゃあ本日はこの辺で、サラダバー。長い時間のお付き合い、本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくね、サラダバー。